こんばんは、マゴイシトです。今回はマイスリー、ゾルピデム主石酸塩とも言うんですけど、こちらのお薬について解説してほしいというリクエストが来たので、今回はそちらのお薬の話をしていきたいなと思います。では、早速いきましょう。というわけで、今回も、マイスリーのスライドを作らせていただいたので、早速解説していきたいなと思います。で、商品名はマイスリーというお薬ですが、一般名だったり、あとはジェネリック、後発薬品でお薬もらってる方ですと、ゾルピデム主石酸塩という名前になっています。ちなみにこの主石酸塩っていうのは、主石酸っていう物質とくっついてるっていう風に思ってもらえれば大丈夫で、そんなになんかこうお薬のなんかこうがっつり作用に影響してくる物質ではないので、そんなに気にしなくても大丈夫です。こちらのマイスリーというお薬はですね、2000年の12月に販売を開始したお薬です。それで不眠に使われるお薬なんですけど、こちらのお薬ですね、統合失調症だったり、あとは双極性障害に伴う不眠症には使われないっていう風にされています。で、これは何でかっていうと、有効性がそんな期待できないからっていう、理由があって、もともとのその疾患の治療が優先されるべきだからっていう意味で一応そう書いてあるみたいです。それで1回の量は5ミリから10ミリグラム。高齢者の方だと基本的には5ミリですね。で、1日の最大容量、マックス量は10ミリグラムまでとなっています。それで、こちらのマイスリーというお薬なんですが、分類としましては、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬というものに分類されます。じゃあ、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬って何なのかというものをちょっと見ていきたいと思います。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬ですね。まず先に言ってしまうと、3種類のお薬が販売されています。これは日本の話なので、ちょっと海外のことも含めると、もしかしたら3種類以上あるかもしれないんですけど、日本でのお薬は今回解説するマイスリーとアモバンとルネスタの3種類になります。それで、この非ベンゾジアゼピン系睡眠薬っていうのは、従来の、今までっていうのかな、昔からあるような睡眠薬っていうのはベンゾジアゼピン系睡眠薬っていうのがほとんどなんですけど、そのベンゾジアゼピン系睡眠薬っていうのは、名前の通りベンゾジアゼピン骨格を持っていた睡眠薬なんですね。で、この非ベンゾジアゼピン系睡眠薬っていうのは、非っていう漢字が入ってるからもなんとなくこうイメージつく気はするんですけど、ベンゾジアゼピン骨格っていうのを持たないお薬なんですね。こういった工夫によって何が起こったのかっていうと、今までのそのベンゾジアゼピン系の睡眠薬と比べて転倒リスク、転んでしまうリスクが少なくなったよというメリットがあります。ではどうしてそうなるのかっていうのもちょっと見ていきましょうね。で、従来の睡眠薬、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬っていうのは筋肉を弛緩させる作用っていうのがあったんです。っていうのもGABA 受容体の中でもお薬がくっつく場所っていうのが決まってて、でベンゾジアゼピン契約っていうのは本当にね、さっくり言ってしまうと、この左側のね、オレンジのオメガ1って書いてあるんですけど、要は眠気を促したりちょっと落ち着かせる作用、催眠鎮静作用っていうのもある一方で、このオメガ2っていうところに働きかけることで筋肉を弛緩したりだとか、あとは抗不安作用といって不安を収める作用っていうのがあったんですね。もちろんこれはね、メリットにもなるんですけど、例えばこうね、高齢者の方とかがそのお薬を飲んで筋肉がね、力が入らなくなってこけて骨折しちゃったりっていうのが結構問題視されてました。そして、じゃあ非ベンゾジアゼピン契約っていうのはどうしたのかっていうと、ですね、非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬っていうのは、ほぼオメガ1、これは眠気の方ですね、にしか作用しないっていうお薬なので、さっきあったような筋肉を弛緩させたり不安を抑える作用っていうのはほとんどないです。なので転倒リスクが今までよりも減ったよっていうメリットがあるんですね。それで他の特徴としては、非ベンゾジアゼピン契約っていうのは超短時間型っていうものしかないです。で、この超短時間型って何だろうっていう話にもなってくるんですけど、この超短時間型っていうのは、
もう なんとなくこう文字のイメージからなんとなく伝わるかもしれないんですけど、あの作用時間っていうのが短いみたいな認識で大丈夫です、まあ、あとはこう体の中から薬が抜けてく速度が速いっていう認識で大丈夫です。でこれはもちろんメリットもあって、例えば早く抜けてくので眠気が残りにくい、例えばこう起きた時に残りにくいっていうのもあるし、あとは不眠になるタイプっていろいろあるんですけど、例えばこう入眠困難といって、要は寝つきが悪いだけで一旦寝てしまえばもう寝れますよっていう方だったら結構適してるんじゃないかなと思います。ただ一方でデメリットもあって、例えば寝ている途中で起きてしまう方、まあ、例えばこう中途覚醒って言ったりするんですけど、そういった方にはちょっと不向きだったりとか、あとは以前にもちょっと動画で出したことがあるんですけど、半長性不眠や一過性前向性健忘っていうものに注意が必要です。簡単にまたおさらいすると、半長性不眠というのはこう睡眠薬をこうやめてく途中で逆にこう不眠が悪化するっていう現象だったり、あとは一過性前向性健忘っていうのは飲んだ後の記憶がちょっと飛んでってしまうっていう副作用があるので、そちらに注意が必要っていうものがあります。はい、というわけで今回マイスリーというかね、非ベンゾジアゼピン系の特徴をちょっと挙げさせていただいたんですけど、今回ですねちょっと届いたお便りがこちらなんですけど、その中で下から3行目にあるんですけど、デパスも頓服で服用しています、合わせて飲んでも大丈夫ですかという質問があったので、最後にちょっとそこだけ触れていきたいなと思います。それでですね、まずデパスってどんなお薬なんだっていう方もいらっしゃると思うので、軽く説明させていただくと、デパスというのは先ほど出てきたベンゾジアゼピン系のお薬なんですけど、まあ、よく見られるのはこう不眠で使われるよりもこう抗不安薬って言って、不安を収めるために頓服で使われることが多いお薬です。それでさっき の飲んでも大丈夫かという質問に対してなんですけど、まず言うと飲んでもまあ一応大丈夫です。絶対にダメとか禁忌だとかそういうわけではないんですけど、ただですね、ちょっとお願いしたいのが、まあ、こういうね、お便り採用しといてなんなんですけど、その使い分けですね。例えばどっちを先に飲んだらいいのかとか、そういった細かい使い方に関しては、正直、あなたの状態を見ている、医師だったり、薬剤師の方の方が、より正しい判断をできると思いますので、そこはね、必ず医師と相談するようにしてください。で今回の方がそのデパスとマイスリーをもうすでにちょっと同じタイミングで飲んでるかどうかはわからないんですけど、もし飲む場合に覚えといてほしいっていうことをちょっと挙げさせていただきます。というのもどうしてもですね、デパスっていうのはベンゾジアゼピン系で、マイスリーは非ベンゾジアゼピン系で、どちらもですねこう催眠作用だったり鎮静作用っていうのはどうしてもあります。なのでその催眠作用っていうのが増強される可能性があるよっていうことは覚えておいてほしいです。まあ要はより効くようになっちゃうってことですね。もちろんしっかり眠れるっていうのはすごいいいことかもしれないんですけど、逆にデメリットもあったりするので、先ほど挙げたようなね、なのでそこには注意しておいてほしいので、まあ慎重に飲んでいただきたいですね。それで今回の方14歳ということなので、まあ今の段階ではあんまり関係ないことではあるんですけど、将来のために覚えておいてほしいということで補足をすると、お酒とはね一緒に飲まないよっていうことを頭の中に入れといてもらえると嬉しいです。というわけで今回はこんな感じです。どうだったでしょうか。私のチャンネルではお薬やメンタルヘルスを中心に基本的には動画形式で解説していきます。今回の動画が良かったよっていう方はまた次回の動画も見てもらえるととっても嬉しいです。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。